MLB の観客動員数が増加傾向にあり、それが大谷選手のおかげだと話題です。アメリカ現地時間2023年5月19日から21日の週末3連戦の観客動員数が1518万161人を記録しました。この動員数は2017年7月に記録した動員数を6年ぶりに更新しました。特に5月21日の日曜日には54万6549人を記録。3から5月期間で開幕戦を除いた観客動員数としては2018年5月19日以来最も多い数となりました。なお、エンゼルスの大谷選手は対象期間の5月21日の本拠地エンゼルススタジアムでのツインズ戦に3番投手として出場。二刀流デーとなったこの試合では4万2138人もの観客がスタジアムに足を運んでいます。特に4月から5月はバスケットボールのレギュラーシーズンおよびプレーオフ期間と重なるため、観客数を増やすことが難しい傾向にあります。それにもかかわらず同期間の観客動員数記録を更新したことは MLB にとって明るい兆しと言えるでしょう。また2023年シーズンから導入された新ルールピッチクロックも観客動員数の増加に良い影響を与えているようです。ピッチクロックは皆さんもご存知、試合時間の短縮とスピードアップを図り、ファンを飽きさせないことを目的として2023年シーズンから導入された新システム。これにより現地時間5月11日の試合終了時点で2022年シーズンの同時期と比べると1試合平均3時間5分から2時間37分になり、28分も短縮しています。選手はもとよりファンの間でも賛否のある新ルールではありますが、 MLB 人気の回復に一役買っていることは明白でしょう。そんな人気の回復の兆しが見える MLB ですが、大きな影響を与えている選手の一人がやはり大谷選手であると言われています。各試合各球場で大谷選手に関わる出来事や記録が大きな話題となっていますね。4月18日からヤンキーススタジアムで行われたヤンキースとの3連戦。通常はヤンキースのグッズが並ぶ球場内のグッズショップの一角では、大谷選手のユニフォームやシャツ、ヤンキースのジャッジ選手とのコラボ T シャツなどが販売されていました。その様子は数多くツイッターに投稿されており、エンゼルスのジャージがヤンキーススタジアムで売られてるなんて想像してなかった、しかもそれは大谷のジャージだった、ジャッジより大谷のジャージの方が売れてた、いや大谷のジャージはもはやどのスタジアムでも売られているほどすごい人気だよ、ヤンキーススタジアムが大谷のジャージを売るなんてヤンキースファンからすると複雑などというコメントが見られました。2022年シーズン、ア・リーグの MVP 争いでア・リーグのホームラン記録を塗り替えたジャッジが、二刀流で投打ともに一流の結果を残した大谷かで評論家やファンの間で大きな議論となりましたね。そんな2人の2023年シーズン初の直接対決ということもあり、現地ヤンキーススタジアムは異様な盛り上がりを見せていたようです。現地メディアはニューヨークに招聘効果が波及、ヤンキースは大谷の名前で金を稼ぎ、彼がどれほどのスターになったかを強調していた、今や大谷は国際的なスーパースターなどと報じていました。またヤンキーススタジアムでの名門ヤンキース戦ということもあって、試合前には記者が大谷選手に殺到、多くの記者が大谷選手のコメントを録音すべくインタビューブースでボイスレコーダーやスマホを持った手を上に伸ばしている光景がエンゼルスの放送局バリースポーツウエストで実況を務めるウェイン・ランダッソ氏のツイッターに上げられています。ランダッソ氏はその光景をショータミヤニューヨークとコメントしています。2023年シーズンは例年のシーズンよりも同リーグのチームとの対戦を減らし、ナ・リーグのチームと対戦するいわゆる交流戦が多く組み込まれています。ア・リーグに所属するエンゼルスは例年のシーズンではナ・リーグ所属の一部のチームとしか対戦する機会がありませんが、
2023年シーズンでは MLB 全球団と対戦する異例の日程が組まれているのです。つまりナ・リーグ所属チームのファンにとっては2023年シーズンはめったに見ることができない大谷選手のプレーを生で見るチャンスが増えることになります。2023年5月2日から敵地ブッシュスタジアムで行われたカージナルスとの交流戦、エンゼルスがブッシュスタジアムで試合を行うのは4年ぶりのことでした。3月の WBC で日本代表でチームメイトとなったヌートバー選手との対戦でも話題になったこのカードですが、球場にはめったに見れない大谷選手のプレーを見ようと大谷選手のユニフォームやシャツを着た大勢のファンが詰めかけていました。そんな中、地元紙セントルイスポストディスパッチのベンジャミン・ホッチマン記者のツイートが話題を集めました。その投稿は球場内のコンコースを歩く3人のファンの後ろ姿を撮影したものです。1人は大谷の名前がついたエンゼルスのビジター用ユニフォームと日本国旗がついた帽子を着用、1人は大谷の名前がついた日本代表のユニフォームとカージナルスの帽子を着用、1人は大谷翔平の名前がついたホーム用とみられるユニフォームを着用。一体エンゼルスファン、カージナルスファンどっちやねんと突っ込みたくなりますが、いずれにせよ3人とも大谷選手の大ファンであることは間違いないでしょう。なお現地時間の5月3日に二刀流として先発した大谷選手、ヌートバー選手から三振を奪うなど力投を披露しましたが、残念ながら勝ち星はつきませんでした。それでもこの試合で MLB 通算500奪三振を達成し、ベーブ・ルース以来史上2人目の500奪三振と100本塁打を達成したことが大きな話題となりました。エンゼルスは現地時間4月28日からナ・リーグに所属するブリューワーズとブリューワーズの本拠地アメリカン・ファミリー・フィールドで3連戦を行いました。ブリューワーズの本拠地でのエンゼルス戦は2016年以来なので、つまり大谷選手がアメリカンファミリーフィールドに初見参したということになります。地元メディアによると、アメリカンファミリーフィールドで初めてプレーする大谷選手を見ようと、地元のウィスコンシン州のみならず近隣の州からも多くのファンが球場に駆けつけたようです。また敵地にもかかわらず大谷選手のユニフォームを身につけたファンが多く見受けられたといいます。アメリカンファミリーフィールドでの熱狂ぶりにエンゼルスの放送局バリースポーツウェストのエリカ・ウェストン記者はツイッターにて、クレイジーだ、彼らはユニコーンを見るのが待ちきれないようですと投稿しました。このブリューワーズとの3連戦で大谷選手が放った7号ホームランも大きな話題となりました。現地時間4月30日の試合第2打席で大谷選手の打ったボールは大きな弧を描き、センターのバックスクリーンに飛び込みました。打球のあらゆるデータを測定するスタッドキャストによると、この打球は滞空時間 6.98 秒、打球角度39度を記録し、滞空時間は2023年シーズンの全選手において最長、打球角度は2015年にスタッドキャストが導入されて以来最高の角度だったということです。この特大ホームランは海外でもスーパームーンショットとして話題を呼び、ツイッター上では MLB は2023シーズンの MVP を大谷に与えられないのか、あれは火星に当たったんじゃないか、月までの片道チケットですと驚きの声が多く上がっていました。まだ記憶に新しい2023年3月に行われた WBC の熱狂も観客動員数の増加に貢献しているようです。アメリカの有力紙フォーブスによると、大会の観客動員数は約130万人で、前回の2017年大会より約 20% も増加したとのこと。またアメリカ国内の視聴率を見ても、2023年大会の決勝戦の視聴者数は520万人となっており、2017年大会決勝よりも 69% 増加、マイアミで行われた決勝戦のチケットも完売しました。特に大谷選手がエンゼルスのチームメイトであるトラウト選手を三振に仕留めて優勝を手にした瞬間の視聴者数は
650.6 万人とピークに達したようです。日本代表の大谷選手やダルビッシュ投手、アメリカ代表のトラウト選手やベッツ選手など、過去の大会では見られなかった各チームでバリバリ主力を務めるスタープレイヤーが数多く出場したことが、 WBC の盛り上がりに好影響を与えたことは容易に想像ができますね。 WBC 開幕から約10日後に行われた2023年シーズンの開幕戦でも人気回復の兆しがうかがえました。 MLB 機構によれば、 MLB が行う試合配信サービス MLB TV での視聴時間が史上最長となる1億7200万分を記録したと発表しました。これはこれまでの最長視聴時間であった2021年の開幕日のものを 42% も上回ったということです。視聴率だけでなく、オンラインによるグッズ売り上げも過去最多の2021年から 10% 増加していると発表されています。以上の数字を鑑みると、 WBC の盛り上がりも2023年シーズンの人気回復に大きな影響を与えていると言えそうです。アメリカ三大スポーツの中で、アメリカ国内の人気面ではアメフト、バスケットボールに劣る MLB ですが、大谷選手の活躍でよりたくさんの観客がスタジアムに足を運び、ますます盛り上がることを期待したいですね。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。